夏の高気圧ボーイ川田俊明、ブラックレジスタンス反抗の美学、口との一騎打ちを迎えております。距離を取りました。相手の足を見ている淵政も当然キック攻撃を警戒してのことでしょう。さあフッチーコールをかき消すかのように川田コールが湧き上がって終わりました。さあ組み合いました。ファンダメンタルポジションだ。トップロープを背にしているのが川田俊明、顔に手を当てがいます。距離を取りました。長い間合いを取ります淵政信。再び組み合います。さあ早い段階でグラウンドに持ち込むんでしょうか、あるいは川田がキック攻撃に出るんでしょうか。ジュニアヘビー級チャンピオンとしての意地があります淵政信。逆水平チョップ、アップアップの表情だ。ものすごいチョップだ、チョップだ、チョップだ、チョップの早回しを見ているようなボディスラム一戦。さあ川田が早くもトップロープ、ダイビングエルボー、カウントは2。そしてブレインバスター、グッとこらえている。足を広げました淵政信。返すか意地か、上着が止め、先にグラウンドに誘ったのは川田俊明だ。サードロープまではあと20センチ以上あります。じわりじわりと復前進、ロープブレイクです。このところの川田はヘビー級相手にしばしば関節技を多用するようになりました。しかしこのジュニアヘビー級のチャンピオン淵政信にその関節技がどの程度通用するんでしょうか。もちろんそれを試したい気持ちも十分にあるはずです。川田俊明、脇固め、ちょっと肩を痛めたようだ。今小川義成、リングサイドの小川に一言二言語りかけました。場外で回復を図ります。こちらはその表情をしっかりと見つめる川田俊明。早くも険しい表情淵政信です。間合いを取っております。チャンスあればすぐにも食ってかかろうというこの川田の表情、最近すっかりぶれております。さあ蹴り始めました、ミドルキックです。そして再び脇固めか、相手をブルン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 振り回して脇固め、再び さあどうやら今日の川田と志崎、この淵政信の左手の集中攻撃を狙っているようだ。こちらは淵の表情。再びロープブレイク、難を逃れました。蹴り始める、裏蹴りのような形になりました。そして三度、三度は引か、なんとかこれはクリアしたいぞ淵政信。グランドです、グランド。しかし腕はしっかりとキープしております。イエローのシューズで相手の顔を捉えました。さあグラウンドの攻防、これは腕式に逆十字のような体勢になっているんでしょうか。まだしっかりとは決まっておりません。さあ徐々に淵政信の顔色がよみがえってまいりました。さあこのまま川戸を持ち上げるようなことがあるんでしょうか。淵得意のグラウンドの攻防で活路を見出すか。不十分な体勢からでもキックを繰り出す、これが川田の真骨頂だ。サードロープに逃れます。
試合時間5分を経過して淵正信再び今放送席の前場外エスケープであります。流行る気持ちを抑えきれないといった表情、川田俊明ゆっくりと場外を歩きます。さすがに脇固めの攻撃を受けて左肩随分とダメージがあるようです。すでに汗がキラリキラリと光っている川田俊明、対する淵はまだそれほど体光るものがありません。まさに両雄火花散るスタンディングポジションであります。腕を取ります。今度は淵が横から蹴っていきます。淵が川田と志明の足を狙い始めました。川田左足をちょっと気にします。腕の取り合い離れます。おっとカニバサミグラウンドに持ってった。さあいきなり STF へ移行するんでしょうか。川田俊明の左の足を取りました。そしてこの体勢からさあどのようなグラウンドの攻防に持ち込むんでしょうか。現世界ジュニアヘビー級チャンピオン淵正信、さあいわゆるステップオーバートーホールドウィズフェイスロックの体勢に入りました。しかしまだかかり方は不十分です。フェイスロックの方に重きを置くようです。フチさあ体を反転させ、すでに川田の足はサードロープに届いております。さあ今の STF でやや淵正信劣勢を挽回し始めたか。再び足を狙っていく横蹴りです。これは非常なキックだ。そしてサイドのヘッドロックからフライングメイヤーからまたまた淵の左の腕を取っている。一点集中攻撃です。天を仰いで叫んでおります淵正信。両雄の熱くそして荒い息遣い放送席よく聞こえてまいります。体勢を入れ替えました。しかしサードロープです。おっとまたまた川田の足を狙いました。徐々に淵正信の体が赤みを帯びてまいりました。赤鬼変身のようであります。足を狙う横から蹴りを入れております。膝十字固めの体勢、場内からは川田コール。苦しい表情です。ああ叫んでいる吠えている悶絶しております。川田俊明苦しい。さあじわりじわりとほふく前進サードロープロープブレイクを狙いますがそうはさせじ淵正信ああロープブレイク。川田左足かなりダメージがあるようだ。
顎の先端から汗がしずくとなってポタリポタリとマットの上に落ちております。試合時間10分を経過いたしました。汗がしずくとなっている前半はこの淵正信、左の腕を集中攻撃かけました。苦しい表情が何度かありました。しかしこの10分を経過して徐々に淵正信が自らのペースを取り戻しつつあるようです。足を取りました。足を取ります。徐々に自分の体勢を作りつつある淵。再び STF か、フェイスロックも今入りました。さあ淵正信、105キロの全体重をこの川田に預け、そしてステップオーバートーホルドのフェイスロックです。最初の STF よりも決まり具合はかっちりとしているようです。さあ締め上げる。さあ吠えてきたぞ、淵が吠えてきた。徐々に表の表情はまさに赤鬼鬼神の怒りの表情を溶かしてまいりました。今度は腕を取りました。足はキープしております。川田の右腕、あーっと関節を狙います。苦しい。さあ川田コール、そしてフッチーコールが交錯しております。後楽園ホール、依然汗の量が多いこの川田俊明。ロープに逃れました。30分の一本勝負で争われます。淵正信対川田俊明のシングルマッチ。川田が超世代軍と呼ばれるようになってからはこれが初対決ということになります。さあセカンドロープに足を絡めました。試合巧者淵並だ。あーっと淵が握り拳だ。あーっと肘でグリグリタッポー。淵の表情が急変してまいりました。さあヘッドバット、なんとか体勢を入れ替えたいぞ。蹴り始めた。来た。場外に転落しております淵正信。さあゆっくりとリングの中に戻ろうというところ、待ち構えて、さあ2位リフトアップだ。さあ狂乱のステップキックにここから移動するんでしょうか。怒りの導火線にそろそろ火がつきそうだ。川田俊明、おっと首筋のあたりにパンチでしょうか。耳を押さえます川田俊明。両選手ダウンです。川田コールが聞こえるか、フッチーコールが聞こえるか。さまざまな欲望、そして歓声が交錯してまいりました後楽園ホール。そして四角リング上、先に起き上がる淵正信。ローキックです。しかし膝もややダメージあるんでしょうか。蹴った方の川田、そして蹴られた淵、両選手ダウンです。
さあまた横から蹴り始めた。自然な角度に膝が曲がりました。試合時間15分を経過。じわりじわりと非常とも覚えるまた膝攻撃です。口は完全にこの川俊崎の足を封じにかかっているようです。パンチ、こめかみのあたりです。一つ一つの技の間合いが長くなってまいりました。ロープにフロートするところをなんとかこらえております。しかし、いや、ラリアット、ショートレンジラリアット。さあここから逆転なるか。出た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 、これぞ川田の起き上がりこぼしチョップ。片襟カウントは2。さあ川田フェースをつかむか。さあパワーボムか、パワーボムか、パワーボムか。体勢不十分です。逆水平チョップ、大きく上半身が揺れているロープに自らも走ってカウンターのキック、そして円錐切り。両選手ダウンしております。ものすごいおびただしいまでの汗の量。川田俊明、開幕戦では小川の顔面攻撃を受け負傷、そして先週放送はバックドロップ危ない。先週放送宮古の城大会ではウィリアムスに場外控え室パワースラムを受けノックダウンしております。このところすっかり痛めつけられている川田俊明、バックに回られた足をフックする、そして腕を取り返すか。なんとしかし体を回転させた、腕バックに回った、うまいうまい、きた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 、フェイスロック入る、フェイスロック入る、口が燃える口が燃える、口がファイヤー。目をつむったままだ川田俊明。さあクリアできるか。徐々に顔面の赤みが消えてまいります。炎のフェイスロック、くちばさロブ。さあサードロープまで足があと20センチ、いや30センチある。すでに上半身ぐったりしている、ぐったりしている川田。難を逃れました、かろうじて逃れました。場外にエスケープします。今そのものフェイスロックが登場しました。さあ川田どうする、ぐったりとしております。さあ戻ってきてまいりました。そして口がフライングメイヤーから、またまた行くか、またまた入った、またまた入った、フェイスロックであります。自分の顔をしっかり、そして体をしっかり密着させてのフェイスロック、超えている。まさに夏の赤鬼口政信、鬼神の怒り。足が伸びない川田、足が伸びない、足に力が入らない、上半身ぐったりだ。2度目のフェイスロックで川田俊明落ちてしまうのか、目が打つのだ。その川田大勢、カウントは2。まだエネルギーが残っております川田俊明。川田反撃、怒りの動画線に火をつけるか、ステップキックいくか、どうか、持ち上げる持ち上げる、こらえている淵田。そしてうん、どうするどうする、エルボー、ラリアット、体を返した返した、片指片指、フェイスロー、フェイスロー、ファイヤー。
クチマサロブの顔、ベースロックスタンディングポジション、アナコンダ、アナコンダ、ドクロが、いや、ヘビが体に巻きついた、いわゆるアナコンダ殺法、締め上げる、締め上げる、男の意地だ。さあ、暮れてきた川田俊明、あー、入った、決まった、川田決めた、口を落としました。プロレス夏の飛行青年、価値ある一勝、クチマサロムに対して初勝利を挙げました川田俊明。勝負タイム20分31秒、いわゆる裸締め、クチマサロム現世界ジュニアヘビー級チャンピオンを落としました。